はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせて、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日ですね、2023年7月の30日でございます。もう明日で完全に月末ということで、7月はどうお過ごしでしたでしょうか。ちょっと、すいません。7月はどうお過ごしでしたでしょうか。うなぎ食べましたかね。土曜の牛の日なんかもありました。はい、で今回ですね、サニージャーニーの動画なんですけれども、本日上げてるんですね。で、退院しましたっていう。で、今回の動画は、ちょっと、以前お話をさせていただきましたように、完全時系列、もう時系列がぐちゃぐちゃじゃないですか。それなので、時系列、完全、まとめたものを上げさせていただきますって言ってたんですよ。私の方で。で、それを時系列まとめて、プラス、要は、もう完結、第一部完結編です。手術が終わって退院したまでの、この時系列完全にまとめたので、まあ、完全って言うとちょっと怒られそうなんですけれども、これを見ていただければ、じゃあサニージャーニーがどういう風に辿ってきたのか、この7月30日までのこの、水仙母細胞がんの外科手術を終えて退院したこのところまでどういう風に辿ってきたのかっていうのを、解説しながら話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、これ、ちょっといい、私結構、自分で言うのもなんですけど、これを見て、私の動画を見ていただければ、サニージャーニーの、この、2022年の4月からが、ある程度わかる動画なんじゃないかなと思って、はい、思ってます。何が大変だったんですよ。はい、何が大変でした。はい。で、まずですね、大まかな流れなんですけれども、サニージャーニーって、もともとは移住系ということで、浩平さんですね、男の方。これは、名古屋出身なんですよ。愛知県の。で、ここから、沖縄に移住してリゾバとかしてたんですよね。リゾバしてたんです。サーフィンが好きだって言って。で、元保育士って言ってるんですけど、この人はね、非常勤でしかね、ほとんど勤務したことがないです。はい。それは、この人の過去のツイッターで言ってます。で、もう一つ。水木さん。これ、北海道出身なんです。で、この北海道出身で、で、体操とかを昔やっていて、で、この人もリゾバです。リゾートバイト。で、ホテルで、ホテルで働いたって二人で言ってて、そこで出会って、で、付き合ったと。で、それで沖縄の移住生活の YouTube の動画を上げてて、で、しばらくして1年ぐらい経ったんですね。で、それで AGA クリニックのスポンサーをつけて、日本一周の旅ということで、2022年の4月に、軽キャンピングカーのカノアに乗って、日本一周を始めたんですよ。始めたんです。はい。で、動画を出して、ここ開始。で、初月。これですね、日本一周の初月の支出ということで、二人合わせてなんと54万円使ってます。フェリーでも一等室で宿泊してます。もう、ここ金使いすぎですよね。初月で。はい。その後、6月、5月はそれで終えたんですよ。で、6月、大分で腹痛が始まって、溝落ちを殴られたような痛みを感じると。で、すいません、補足なんですけど、4月から10月までは、10月というか4月から9月、7月、8月ぐらいまでは回ってます。沖縄から回ってます。で、10月以降に具合を、ごめんなさい、もっと前から、6月から具合を悪くして、で、10月の下旬から、癌、水性も細胞癌になって、癌になって、で、クラファンを集めてって言って、で、4月に海外旅行に行って、で、6月に外科手術して、7月に退院してる人ですかね。はい。はい。で、6月大分で腹痛が始まって、で、病院に行って痛み止めをもらうんです。で、この時は、なんか血液検査を受けて、アミラーゼの数値が高めだったとか、そういったことを指摘を受けて、で、翌日には胃カメラとか CT 検査を受けると、もう、大病ではないということで、続けたんです。対症療法で。で、6月6日、はい、ここ注目です、ここ。6月6日に、お布施を開始してます。6月6日ですからね。2022年の6月6日に、お布施を開始してます。これ後で出てくるんで。で、7月、8月。これは耐えられる程度の痛みだったんですけれども、これが続いてきてて、で、脂っこい食べ物などはもうご当地グルメ以外はさっぱりしたものだけ食べてたと。痛み止めとか飲んだりとか、それをこう、やってたんですね。ただ、様子がおかしいということで、で、ちょっと痛みもね、ちょっと収まったりもしたんです。で、10月上旬、高知県。で、ここで強いめまいと、黄疸が出て、で、愛媛の病院に行き、造影剤入りの CT を取ると、膵臓に影があった。
で、ここで大きな病院へということで、高知県より、まあ、愛媛の方が大きいということで、愛媛の病院に行くんです。はい。で、愛媛の病院で取った。で、これもしかしたら、癌の可能性もあるからっていうことで、水木さんだけ、北海道に行くんです。水木さんだけがですよ。10月下旬、10月の、下旬に北海道に行くんです。関西、愛媛の病院から関西国際空港に行って、で、北海道に行きました。で、その後10月下旬に北海道の病院でステントを入れて、黄疸を解消して、もうここで癌を確定します。はい。で、ペット検査します。そして、その間に、なぜかわからないですが、家族と一緒にディズニーランドに行ってます。はい。これ11月の、まあ、6日までの、このペット検査の結果が出るまでの間に、6日までというか、多分5日までですね。はい、ここの間にディズニーランドに行ってます。北海道にわざわざ行って、飛行機でよ、治療して、で、ここからどうなるかわかんない、体調が悪いって言ってるんですけど、ディズニーランドに行ってるんですよ、そこから千葉のね。はい。で、その後、11月6日、はい、ここにですね、YouTube、はい、YouTube 上で、水木さんが癌の告知をするんです。で、水腺房細胞癌のステージ4、余命は4ヶ月です。で、延命治療しか今のところない。で、延命治療で早くて半年、長くて2年ということですね。で、まあ、浩平さんが、まあ、非常勤の、まあね、保育所やってましたがっていうことと、まあ、お金がかかるっていうことで、を言いながら、まあ、YouTube 活動は続けると。でも、YouTube でお金が稼げない場合は、マグロ漁船でも乗るっていうふうに、このマグロ漁船でも発言が出てくるんですね。はい。で、11月2日です。2022年11月2日。あ、ごめんなさい。11月12日、ごめんなさい。11月12日。クラウドファンディングをすると告知をしてきます。YouTube で。で、皆さんご存知の通り、癌にはお金がかかりますと。で、保険適用の治療の可能性では低いですと。で、何百万もお金がかかりますと。で、自由診療とかもね、やると。で、それで、どんな批判を受けようとも何でもやります、自分は。っていうのを、11月12日にやってました。その後、11月15日、目覚まし8で、放送がされて、で、その時に病気だと分かる資料を提出しました。で、そこの、11月12日にクラウドファンディングをしますっていう風に発表してから9日もあったんです。9日後、11月21日にクラウドファンディングを中止すると告知をします。YouTube で。で、何かって言ったら、誰よりも働き者で勉強家の浩平さんがいるっていう風に水木さんが言ってて、で、ここは有名なセリフです。はい。ある日、水木が浮かない顔をしていて、という風な話なんですよね。うん。で、もともと水木が幸せになるために始めたクラウドファンディングだったんですけど、それじゃ意味がないと思って、クラウドファンディングはやめましたと。で、人からお金を集めることをここでやめたのかっていう風な話になったと思いきや、改めてクリエイター支援のお布施というものがありましてという風にここ告知するんですよ。サニージャーニーというクリエイターを支援したいということで窓口を作りましたって言って、で、自由診療にも使うかもしれませんっていう風に言ってるんですよ。だから、お金を集めることに関してはこれ変わらないんですよね。うん、で、先ほどの覚えてますか？この人、11月の21日の時にクラウドファンディングをやめて、お布施を開設しましたって言ったんです。でも、振り返ってみてください。6月6日にお布施すでに開設してるんですよ。してるんです。で、そこの内容なんですけど、ご支援いただいたお金は医療費に使うとは限りません。彼女が幸せに生きるためでしたら何にでも使わせていただきますと。で、何らかの形で闘病が終わりを迎えた時は、残りの金額は、慈善団体に寄付させていただく予定ですっていうふうに書いてある。うん。じゃあ、いくら貯めて、どこの団体に寄付するか、これに関して明かされて、後の動画で言ってます。はい。で、2022年11月24日、木曜日ですね。ここで入院をします。フォルフィリノックス療法ここで開始して、で、そこから、いわゆる、元気じゃないウィークと、元気ウィークという概念が始まりました。で、第1クール終了、12月7日に第1クールを終了したので、ここで退院します。で、12月8日から21日、ここで第2クールが、終わるんですけれども、12月11日からね、ブログを始めるんです。浩平さんが。で、12月12日のブログで、癌治療ってやっぱり高い。
誰が癌の治療お金かからねえって言ったのはっていうのを言ってるんですね。で、内容は何かって言ったら、水木さんの方には限度額申請をしてたんですけど、57,600円かかったと。で、これね、この時結婚しないんですよ、この二人は。だから、水木さんの個人のその収入に対しての金額だったんですね、前年度の。ということで、57,600円かかった。で、これの掛け2なんです。これ、またいでるんですよ、月またぎで。で、プラス入院費合わせて16,180円なんですけれども、これ、化学療法と入院の費用全額負担して、2週間ですよ。で、16万180円なので、安くないですかっていうところなんですけど、で、その後、12月13日火曜日、アベマ TV に出演してて、その時に高額療養費の話は出てこないです。うん。出てこないで、そういったクラウドファンディングとかがお金を集めようとした時に批判を受けそうになったということで、日本人の嫉妬文化のためだよね、なんていうのを、そこの番組内でね、語られたりとかしていると。はい。で、続き。で、12月15日から21日。これ、元気ウィークです。ここで、ミュンヘン市にお出かけをし、ミュンヘン市です。北海道のミュンヘン市にお出かけをして、翌12月19日。ちなみにミュンヘン市のお出かけの時は結構食べてる。はい。で、12月19日。ウィッグを作りに行って、ここから1週間で完成しますっていうのを挙げてます。だから、ここでウィッグ作ってるんです。はい。その後、12月20日。はい。運命の日でございますな。ここで入籍。入籍しました。と。で、フォトウェディングの動画を出して、ここに名前書くのって言いながら、日付の欄に記載してるんですけど、ここで筆跡のところとか含めて、名前がちょっとバレちゃったのかな、みたいなところでした。はい。で、12月21日になぜかこれ水曜日にクリスマスパーティー。これは、フォルフィリノックス療法の、このクールの関係で、元気じゃないウィークが続くと、きついということで、ちょうど12月24日のクリスマスが元気じゃないウィークになっちゃうので、早めにやりましたと。で、この時もね、結構食べてるんだよね。はい、食べてます。クリスマスケーキなしです、この時は。で、それ12月22日から1月4日で、第3クールは終了します。で、12月23日、金曜日に、膵臓がんの治療方針を公開しましたということで、フォルフィリノックス療法が、ここで行ってたっていうのを、この時点で言うんです。この時点で。だそれまでは、実は、フォルフィリノックス療法とかっていうのはあんまりね、分かってなかったです。抗がん剤使ってたんです。うん、で、次。1月3日のライブ配信です。生ライブ配信してます。その前に、12月27日の時点で、元気じゃない、これね、ちょっと言いたくないんですけど、この元気じゃないウィークをね、紐のウィークって言ってるんです。うん、で、ここで、紐のウィークにお出かけ達成っていうのをブログで上げてるんですよね。これがまず不謹慎なんですけど、で、1月3日のライブで、銀の盾の開封式ということでやってたんですけど、今日は癌の話はいいんじゃないって楽しい話をしようって言って、浩平さんがカットするんですね。で、進んでいって、で、1月7日に膵臓癌の初期症状という動画を上げて、で、1月の13日から19日が、元気ウィークという形なんですけど、これね、1週間、なんか1日ちょっとずれてるんですね。その、2週間ごとの、クールをやってるんですけど、これちょっと1日で、どっかでずれたんだよね。はい。で、高額療養費の落とし穴っていうのをブログで1月12日に上げてるんですけど、いやだから落とし穴ねえだろっていう話なのね。はい。で、1月12日同日、織姫、これ覚えててください。織姫の案件動画を出してます。ね。遠隔で会話のできる、ロボットということでね。はい。で、1月15日にウィッグが完成しました。あれですよ、カパって撮る、水木さんがね、やるやつ。これもちょっと覚えててくださいね。で、もともとウィッグは受け取っていたんですけど、調整してたっていう話をしてます。で、1月16日、もしくは17日に、北海道放送の出演をして、で、1月20日から2月、2日が、これが第5クールの終了です。フォルフィリノックスの。はい。で、1月19日、ここで水木さんのやりたいことリスト発表っていうのがやってて、フェルメルテに行きたい。っていうのをやってたんですよね。はい。で、1月の20日、19時に CT の検査結果を発表。で、癌が、縮小していると。で、今日、癌の CT の検査結果の日なんですけど、本日から第5クール目に入ったって言って、どっちのだったのかなんだけど、で、抗がん剤のみで CT では映らなくなるほど、小さくなったということなんですね。で、1月24日、膵臓癌の妻の体調が良くない日のルーティン動画ということで、おなじみの案件動画を上げて、
で、1月29日にですね、北海道神宮に初詣の動画行くんですけど、まあ、いわゆる北海道神宮発言、プラス、無断撮影してたんですね、これ。で、この動画については、まあ、これ苦情が入っちゃってるので、広告はつけないことになりましたと。そして2月ですね、2月の3日から16日が第6クールの終了しまして、で、まあ、抗がん剤治療してます。その時に2月の13日の時にお布施返金しますという動画を出してます。まあ2週間の期間を、ここ今日から2週間の間に、このお布施に対して、不満がある方、納得いかない方は返金しますので申し出てくださいというのを出しました。で、その後2月22日ですね。はい、私も出演させていただきました。これこれライブ。うん、まあこれ、サニージャインさんの話をしてたんですね。そしたら2月24日、このこれこれライブの話を受けて、2月24日に、これこれさんのライブについての、詐欺疑惑について話しますという動画を出します。そこで、証明しますということで、ウィッグをカパって外して、ここがこう脱毛してるんですとか、あとは、この CV ポートをここつけて、ここで抗がん剤入れてますっていう風な動画、ものを動画で出してるんですね。で、これについては、でもね、過去動画で出してるものだったので、まあ、今更でしょっていう話なんですね。まあ、これ指摘されたからやりましたよ、みたいな。で、その後、2月28日にこれこれさんのライブ2回目があって、で、これこれさんが、いや、私確認しましたよっていう話をして、その11時にこれこれさんのライブを話をしてるんですけど、もうその時にはコミュニティで活動を休止しますというのを上げてるんですね。はい。上げてます。で、その後、まあ、そこから活動は休止しますということだったんですけど、動画は3本取りだめしてるものがあるので、出すと。で、3月5日の時に、お布施の返金は一人でしたっていう動画を出して、休みますという4分ほどの動画を出してます。はい。で、その後、4月の9日、すいません、暑いな。暑いんですけど、すいません。エンジンかけるとね、ちょっと音が聞こえなくなるので、ちょっとこのまま続行します。4月9日で、ここで活動再開しましたという動画を上げてます。はい。で、ここから活動再開なんですよ。うん。ここからというか、この前から多分活動してるんだけど、まあ、4月の9日から活動再開しましたという、まあ、動画を出してるんですね。うん。その前にね、ブログでちょっとね、ブログとかちょっとやってたりします。ちなみに、ボイシーって出てくるんですけど、これね、2月の25日で終えてるので、終えてるというか、終えてないんだよ。止まってるので、まあ、これに関してはちょっともう話すこともないなというところです。はい。で、それで、4月の12日、ここで、サブチャンネルを作りましたと。題名はファニージャーニーですというのをやってます。これは今回の動画で出てくるので覚えててください。はい。で、4月の13日、ファンクラブの立ち上げですね。はい。ファンクラブを作りましたって言ってるんですけど、これがね、月額2000円っていう。高いよね、これね。で、そこの同日に、水木の夢が叶います。オランダ行きが決まりましたっていうのを、4月13日の動画で上げてるんです。で、4月18日、で、これね、この後話すんですけど、4月18日頃には、もう海外にはね、行ってるんです。で、私過去動画で、4月の上旬って言っちゃったんですけど、これ申し訳ございません。改めて検証したら4月18日頃です。はい。これは後で説明します。で、5月4日に海外に行ってきますっていう動画を出したんです。出したんです。海外に行ってきますっていう動画を出したのは5月4日ですからね。でも、実際に行ってるのは4月18日ですからね。18時頃ですよ。で、5月の21日に、オランダに行くっていう動画を出してるんですけど、まあ、結構長いよね。5月4日に出して、5月4日に、海外に行ってきますっていう動画を出してから、17日後ですよ。オランダに着きますっていう動画。もう普通であれば海外終わっちゃってるじゃないですか、それだって。なんですけれども、まあ、それを出してるんですね。で、じゃあなんで4月の18日頃なんかっていう話なんですけど、これ動画をね、検証したんですよ。そしたら、ルーブル美術館に行ってるっていう動画で、チケットの日付が2023年の4月24日10時30分って書いてあるんですよ、右上のところに。チケット買うところで。書いてあるの。で、それでさ、フランスって日本時間がさ、7時間進んでるわけ、日本時間がフランスよりも7時間進んでるので、日本時間で言ったら4月24日の17時半ですね。で、逆算すると、まあ、そこから、4月の24日っていうところから出発日までを逆算すると4月18日なんです。はい。ゴロなんです。だから、もう、
5月の21日っていうオランダ、だから5月4日って言ってるんだけど、その5月4日海外に行ってきますっていう動画を作ってる間にはね、もう4月の時点で海外旅行終わってんの。終わってんのよ。はい。で、6月4日で、膵臓がんの妻の夢が叶い、涙した日っていうのを、いいですか？ 6 月4日ですよ。2023年の6月4日の時に、膵臓がんの妻の夢が叶い、涙した日っていう動画を出してるんですけど、4月に終わってんですよ、海外旅行は。そういうことです。だからそもそも変だなってのが、5月の4日に海外旅行行きますって言って、そこから1ヶ月後に夢が叶いましたっていう動画を出すっていうのもなんかよくわかんない感じなんですよね。で、6月7日の時の動画。ここで手術が決まりましたっていう動画を出してます。で、6月10日の土曜日に作業疑惑証明しますっていうのを、これ、押川先生のコラボ動画ですね。はい、これを出してます。で、これ何かって言ったら、押川先生の内容なんですけども、5月26日付の診療情報提供書の提出ですね、BRCA の要請のため聞いたということを、これ、まあ、話してるんですけどね。はい。だから5月26日に、まあ、主治医から、セカンドオピニオンに使うのでってもらって、それを押川先生に渡してるってことです。はい。だから、いつ届いたかっていうのは、まあ、ちょっとわからないですけども、6月10日の時の動画で出してます。で、6月18日、手術前にやっておく動画っていうのを出してるんです。はい。で、じゃあ結論、手術はいつだったのか。これはですね、6月の22、3だったんじゃないかっていうことです。はい。これはなんでかって次からなんです。ここからちょっと面白いんですよね。7月の5日で、水曜日に、手術前に、私がやりたいことっていう動画を出してました。で、7月、要は手術、あ、ごめんなさい、手術後だ。手術後に、私がやりたいことっていう動画を出してるんです。うん、手術が終わってからね、これ水木さんのやりたいことっていうの。で、7月8日、土曜日の時の動画で、妻の手術が終わりましたっていう動画を出したんです。で、その後翌日から14日まで、浩平さんのダイエットブログが始まるんですよ。そして、7月16日、手術後1週間経ってっていう動画を出してます。7月16日に手術後1週間経って動画だ。で、23日は手術後2週間。で、7月の24日にコメント欄で、Mac って大丈夫なんですかみたいないう指摘が入ったの、コメントで。で、7月の26日でもうすぐ退院っていうのを20日目という内容で出してます。ね、これ、記憶新しいですね。で、7月の28日、ノースサファリの動画が出て、水木の誕生日祝いと手術頑張れ動画。で、ちなみにね、じゃこの日、じゃ水木さんの誕生祝いって言ってるんですけど、だから水木さん今33歳になったんですよ。で、これ6月なんですよ、この人。で、ただ、その水木さんのその誕生日祝いのためにノースサファリいつ泊まったかっていうのはこれわからないです、これ。まあ、相変わらずわからないです。はい。だって、いつ撮ってか分かんないでも、この人たちそもそも。まあ、おそらくでも、6月14日頃に撮ってんじゃないかな、みたいな感じですね。で、本日、2023年の7月30日、水木さん退院しましたって言ってるんですね。で、そこで出てくるのが、退院して実はだいぶ日が経ってるんですって言ったんです。で、2週間くらい前に、これ、撮影日の2週間くらい前から、もうすでに退院してたっていうのを言ってるんです。だからもし仮にですよ、これ仮にですよ、撮影日が本日の7月30日だったとしたら、退院したのは7月16日じゃないですか。で、ね、2週間前、2週間弱って言ってるんで。で、しかもただその撮影した日が今日とは限らないんですよ、この人たちの場合は。もっと前に撮影してる可能性あるので、で、まあ、二日ぐらい置こうかみたいな感じで、じゃあ、13、14、15とか14とかにしたとするじゃないですか。で、3週間ほど入院してたっていうんです。手術後3週間ほど入院してたっていうんです。で、しかも動画では20日目という内容で、まだ退院してないんですよ、その時点で。そうすると、じゃあ仮に16日に退院したとしてですよ。で、24日間。3週間前でしょ？手術をしたのが。そしたら。で、逆算していくと、6月は30日なんですよね。で、3週間って24日じゃないですか。24-16は8ですよね。
そうすると、6月の22日に手術したんじゃねえかってなるんですよ。そしてこの日、私、くだまきもですね、6月23日に、鼻中隔湾曲症の手術をしておりました。はい、金曜日でございます。ということで、水木さん、私と同じ時期に手術してたんかいっていう話なんですけど、プラスですよ。だから言ったじゃないですか、6月中に手術してて、もう退院してるよって、7月のね、もう16日で、最初の1週間のところのさ、手術後1週間経ちましたっていう動画上げてる頃には、もう退院してるよって話したじゃないですか。ほら、当たったじゃん。だから。ね？ね？言ったでしょ？言ったでしょ？これ。言った、あ、ね、当たったでしょ？ほら。ほら。すごくないですか？ある意味。ある意味すごいっていうか、みんな知ってると思うけどさ。だからあの時点で、もうさ、もう置いてけぼりなんですよ。視聴者のことは。うん。で、今回の動画、またひどいんだよ、これ。で、何がひどいかっていうのは、最初に、どうも内臓がないぞ、水木ですって笑ってる。ふざけんな！そういうのって言っちゃいけないよ。自分のことだからいいなんていうのはね、ちょっと通用しないですよ。手術して、ね？女性の体で内臓を取ってて、いろんな思いを抱く人がいるわけじゃないですか。で、がん治療とか様々な病気で悩んでる人たちの元気になればいいとかっていう風なのを言ってる人が、内臓が内臓なんて、こんな発言しちゃダメだよ、これ。これさ、手術してない、その、がんじゃない私から見ても、不快でしたね。これは。こういうね、センスないよね。笑いのセンスないところか。なんでこういうこと言うんだろう。本当に。で、まあ入院期間全部で1ヶ月くらいありましたと。で、病院名はどこなのかっていう話があるんですけどって言って、検索してみてくださいってね、小林さん言っちゃうんだよ。具体的な名前は言いませんが、検索してみてくださいって言って、で、富山県膵臓が名医で検索してくださいって言っちゃうんだよ。そしたらすぐに出てきますからって出てきたところ、富山大学の付属病院じゃねえかとか言っちゃって、一緒でしょ、これじゃあ。自分で言っちゃってんじゃねえか。で、そして、退院後は、観光してましたと。富山観光。で、最初の食事。富山のブラックラーメン。あれはね、濃いよ。濃いっすよ。ご飯つくものですかね。ご飯と一緒に食べるような。これ醤油ラーメンですね。ほんとラーメン好きですよね、この人ね。うん。で、まあ、お腹をかばいながらの生活していると。でね、水木さんの様子見たんですけど、正直、そんなにね、なんか、まあ、あんま変わんないな、という感想ですね。で、今、北海道に帰ってきて、で、今後は旅動画を上げていたい、行きたいけども、撮影となるともう体力をかなり使うということで、で、収入源が動画なのでって言ってるんですけど、なぜかね、言ってるのが、サブチャンネルで上げてくるって言うんですよ。で、サブチャンネルの話してる、ファニージャーニーっていうのがやってましてって言うんだけど、これさ、結局さ、サブチャンネルの方の再生数があんま行ってないじゃないですか。で、サブチャンネルの再生数を上げつつ、自分たちはメインのチャンネルで、まあ、がん関係の、その、話をして、で、そこで二重にね、収入を得ようというところの見え見えなんですよ。で、昨日か、コミュニティのところで、まあ、先日、ノースサファリの動画を上げてるわけじゃないですか。そしたら、その動画が思ったように再生されてませんと。で、サニージャーニーが、まあ、これは絶対面白いと思ったのにもかかわらず、再生数が伸びない。YouTube って難しいですね、なんて言ってるんですけれども、いや、伸びるわけないでしょうよ、だって。うん。だって、みんなが知りたいのは、この闘病のところで、なってるわけですから。うん、だって、そもそも、その、水木さんが癌になりましたっていうところ、まあ、彼女が癌になりましたっていうところから登録者数が増えてって、で、再生数だって、水木さんの、その、癌関係の話の時だけ伸びるんだから。それまでは、もともとはその、日本一周って言った時だって、1万回再生いってないんだもん。だから、とても YouTube の専業で食べていけるような収、再生数じゃないんです。二人が食べていける再生数じゃないのよ。で、それを、まあ、また、1万、2万回再生とかで、で、1再生1円じゃないから、あの人たちは。そうすると、収入としては結構きついんだよね。だから、ファニージャーニーのサブチャンネルをよろしくお願いしますなんて、やっててさ、ちょっと、残念だかな。で、しまいには、
家系カップル YouTuber になるのでとか言って、で企画募集中ですって言ってるね。はい、まあもうそこまで来ちゃったかというところでございました。はい、というのが4月から水木さんがね、水木さんじゃないや、4月からねサニージャーニーが日本一周旅行ってこう始めて、でその前もあって、そこから7月の30日まで手術した後退院したというところのまとめになります。はい、これで時系列大体分かっていただけましたでしょうか。もう本人たちが時系列ぐっちゃぐちゃにするからさ、こうするしかないよねっていう、まあもう理解するよ。でそうするとこれ分かっていただいたと思うんですけど、まず海外旅行行って夢が叶うんだって言って、そしたら視聴者としては夢叶えて頑張っ、いいですねいいですね、応援してますっていう風にリアルタイムで応援したいところが実はもう終わっている状態を出して、で手術をして入院中頑張れっていう風な応援動画を、応援っていうか応援のコメントをしようとしたら本人たちはもう退院してて、実はのほほんとで観光してたんです。一周目をって早く退院できるといいですねっていうコメントをしてる人たちいました。はい、それファンの方たちなんですけど、その頃は本人たちはねもう退院して富山ブラック食べてましたからね。こういう状況を見て本当にさ、おー、純粋にこの人頑張ってとかって応援した人たちはどう思うんですかね。どう思います？頑張ってねって自分が応援してて、純粋な気持ちですよ、応援したと思ってコメントも入れたと思ったら、その人たちは実は退院してラーメン食ってんだからね、バカバカ、濃い味美味しいねなんつって。だからこういう視聴者を置いてけぼりにしていって、でしまいにはファンのみんなは察してますよねっていう風に試すようなねやり方をするっていうのが、まあ、これからもまあ続くんだろうなということです。じゃあ予想もね当たったということで、はい、じゃあ次はどうなるか、これね来年にはもう一回言います。やっぱりね日本一周を再開しますみたいな、でこの年末までにやっぱり体調が結構良くなってきてっていうことで、その後やりたいことリストをね一個一個潰していくというのが思います。だからある意味3月終えて4月からもう一回新規一点やりますっていう風になるかもしれないですね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。明日から仕事頑張りましょう。